こんにちは、オーストラリアワーホリ中のマイです。今回の動画は1ヶ月で使った費用大公開というテーマでやっていきたいと思います。このチャンネルを見てくださっている方はオーストラリアに留学に行きたい方とかワーホリに行きたい方、旅行とかで来たい方が見てくださってるのかなと思います。国境が開いていざオーストラリアで暮らしますよっていう時に知っておくことである程度目安になるのかなと思ったので、今回は私の生活費をもう本当に隠さず公開したいと思います。私のチャンネルではオーストラリアのワーキングホリデーについての様子やファーム情報、あとは旅行 Vlog などもアップしてますので、もしよければこちらもこの動画の後に見ていただけると嬉しいです。それでは動画スタート。ではまず大まかな概要についてなんですが、1固定費、そして2つ目食費、そして3つ目が外食費、4つ目交通費、5つ目車関係、6つ目衣類、まあなんて言ったって私も女の子ですから、そういう着飾るものですね。そして7つ目雑費、今回この雑費がめちゃくちゃ多いのでご了承ください。聞き流す程度に聞いてもらえたらなと思います。8つ目宿泊費、今月はタスマニア州からクイーンズランド州まで車で移動しました。なのでその分の宿泊費とか、あとは家賃が入ります。と先ほども言ったんですけど、今回はちょっと移動が多くなっているのでガソリン代とか宿泊費がプラスされているのと、雑費が多くなっているので固定費とか食費とかでちょっとピックアップしてみるっていうのがおすすめです。はい、それでは、まず固定費からいきましょう。では固定費なんですが、簡潔にね合計を言っちゃいます。合計が 130.94 ドル、日本円で約 12,300円ですね。こちらの内訳としては、SIM カード、テルストラのものを使ってます。で車両保険、 YouTube のプレミアムプランで入っているのと、 Netflix、 Adobe とエピデミックサウンドっていうね音楽のサイトがあるんですが、そこに月額かけているのでこちらが含まれます。 SIM カードでも人によって金額違うと思いますし、少し低く見積もっていただいても大丈夫だと思います。ワーホリとか留学で来る方は健康保険と SIM カードと音楽系の Spotify とかですかねにお金がかかるかなと思います。続いて食費です。食費が 275.43 ドル、日本円で約 23,000円です。こちらの内訳としてはコールス・ウールワスのスーパーで買ったものと、アジアンショップ、あとはコストコでお肉とか卵とかを大量買いしましたね。その分がこちらになります。どうでしょうか、野菜もお肉ももう全然まだあるんですよ。なのでこれはね多分来月まで繰り越せると思います。田舎に住んでるからこそ抑えられてる部分なのかなとも思います。あとは野菜とかもですね、マーケットに行くとすごく安く新鮮なものが手に入るんですよね。なので、まあ、そういうところで節約できてるのかなと思います。続いて、外食費ですね。こちらが 311.17 ドル、日本円で約 26,000円。ごめんなさい、毎月こんなにはいかないです。今回は本当にね移動があったので、途中で休憩しながらコーヒーとか飲んだりしてたので、その分がねめちゃくちゃかさまりましたね。続いて交通費、こちらが 483.62、日本円で約4万600円。4万も使ってんの、怖っ。メルボルンからブリスベンまで約1700キロあるので、6日ぐらい毎日こうガソリンを入れていったので、それでちょっと高くなってしまっております。でも平均したら1ヶ月にだいたい3回か4回ぐらいしか使わないので、これはですねもうちょっと来月は低くなると思います。続いて車関係、これは、駐車場代になるんですけども、メルボルンとかブリスベン、ゴールドコーストでのシティで駐車をする場合ちょっとねお金がかかるんですよね。でその分が 58.21、 日本円で約4,800円なので、5,000円ぐらいですかね。まあしゃあない、これはもう来月はきっとほとんどかかりません。続いて衣類ですね。衣類の中にちょっとコンタクトレンズも入れさせてもらってません。ごめんなさい。
衣類が 298.67 ドル、こちらが2万5000円ですね。今月はこれぐらいかかってるんですが、いつもはそんな買わないです。お洋服好きな方とか、まあ、買い物をよくするっていう方はもうちょっと見積もってもらったらいいかなと思います。だからいつも言われる、え、まいさんはこの服しか持ってないんですか。続いて雑費と2172.04、日本円で約183,000円。こちらは内訳としてはコンタクトレンズ、あとはカメラの望遠レンズを買ったので、それと Amazon Kindle で買った電子書籍ですね、と動画編集ソフトのプレミアカットプラン、あ、ちょっとごめんなさい、ファイナルカットプロですねの、費用が込んでと参考書見てください。買ってしまいました。グラマーインユース初級です。新品で60ドルするんですけど、もうね、買ったからには逃れられません。この動画内で英語力が伸びなければめちゃくちゃ叩いてください。で、最後宿泊費、そして家賃ですね。こちらが675.79、日本円で約57,000円になっております。移動の時に6泊したんですよね。やっぱ一人で予約するってなるとちょっと割高になっちゃうんですよね。それが 255.79、 クイーンズランドに着いてからの家賃が一人部屋で1週間140なので、それの分がかかっております。はい、そしてこの合計が4825.87、日本円で45万375円。こんな余裕はねえぞ。本当に今回はちょっともうレアケース、本当にすいません。来月はもう少しリアルな数字をお届けできると思うので、こんな動画もっと見てみたいとか、来月もよろしく頼むぜと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録、あとはね、コメントなんかもぜひいただけると嬉しいです。それではいつもご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、ありがとう。